どうも、歯医者の野上です。今は10月で秋ですね。秋といえばスポーツの秋ということで、いろんなところで運動会とかが行われてますよね、スポーツで意外に大切なのに忘れがちなこと、これが歯の健康なんですね。ということで今回はこういうテーマにしてみました。スポーツは健康にいいイメージがすごくありますよね、体力がつくであるとか、脳機能がアップするであるとか、免疫力を上げるとか、そういうふうにいろいろ言われます。でも意外にも歯の健康にとっては意外にスポーツっていうのはリスクが高いんですよね。もう一方で歯や噛み合わせっていうのはスポーツのパフォーマンスを上げることにすごく貢献している面もあります。という意味で歯が大切だということで、一流のアスリート、例えば、イチロー選手って言いますよね、野球で非常に有名ですけど、あの方なんかは1日5回歯を磨いてたというぐらい歯を大切にしてたわけですね。今回はスポーツの秋にちなんで、スポーツと歯のリスクの関係、それから歯と、スポーツのパフォーマンス向上の関係、そして歯の健康のためにどんなことが必要なのかという話をしていきたいと思います。今回は面白い歯の話60話、これが良かったのでこれを参考に話させてもらいたいと思いますね。スポーツにはいろいろな歯のリスクがあるんですね、ここに書いてみたんですけど、1つは外傷ですね。2つ目は口呼吸。3つ目は糖質過剰。こういったことがスポーツでいろいろ起こってくる問題点として挙がります。例えば外傷なんですけども、例えばそうですね、コンタクトスポーツってありますよね。ラグビーとかアイスホッケーとか、あと格闘技、柔道であるとか、それから空手とか、ああいったようなスポーツではこういったことがよく起こります。1つは歯の破裂、歯が割れるってことですよね。2つ目は歯の脱臼、歯が取れかけたり取れたりすることですね。あと光合成外傷、こういったようなことが実はスポーツで起こってくるんですね。歯の破裂っていうところでは、どうですかね、すぐに歯医者に行く、これは皆さんされますよね。歯の脱臼、これ結構勘違いされている方が多いと思うんですけども、例えば歯が完全脱臼といって完全に取れてしまった場合、これ結構諦める人がいると思うんですが、そうじゃないんですね。これ大事なことなんで押さえておいてください。これね、一番早く歯医者に行ってほしい病気ですね、これね。どういうことかというと、30分以内に歯科医院に行けば、大概ね、元に戻ることが結構多いんですよね。で、その時の注意事項だけちょっと述べておきますと、よくあるのは、歯が落ちたということで、汚いということで、こう拭き取って、そしてティッシュで包んで持っていくような人がいるんですけど、これを絶対やってほしくないんです。つまり、乾燥させたら多分元に戻らないんですよね。ということはどうしたらいいかというと、生理的食塩水に入れるか、牛乳に入れるか、もう何もなかったら軽く洗って口の中に入れた状態で持ってくる、これぐらいにしていただいて、30分以内だったらまたつく可能性がありますのでね、歯科医院の方に歯の脱臼の場合は行ってください。で、光合成外傷って書いてるんですけど、これ意外に多いんですね。この光合成外傷って何かというと、やっぱり力を入れるとこう食いしばりますよね。歯、スポーツで食いしばっている時に、実は歯とか歯を支えている骨なんかに損傷を与えることがあるんですね。それを光合成外傷というふうに呼んでます。歯に外傷を与えると、これ知覚過敏になるんですね。歯を支えている骨に損傷を与えると、これ歯周病につながっていきますから、こういったような外傷というのが意外にスポーツにつきものだということを押さえておいてください。近年ではそういうことが防ぐために、このマウスガードっていうのがね、装着義務とか、あるいは装着が推奨されている場合もありますから、そういった時はマウスガードを歯科医院で相談されたらいいんじゃないかなというふうに思いますね。続いて口呼吸ですけども、これも意外に多いですね。例えば、バスケットボールとかサッカーとか激しいスポーツありますよね。ああいう時にもう鼻の呼吸で追いつかなくなるので、意外に口呼吸になってしまうんですよね。で、この口呼吸になると、以前もちょっと喋ったんですけど、口呼吸になるとね、アレルギーがまず起こりやすいんですよね。口呼吸とアレルギーの関係は、以前の動画を参考にしてください。
で歯の関係で言うと口呼吸になるとどうしても唾液が乾燥してしまいますよね、そうすると唾液っていうのは殺菌作用がありますから唾液が乾燥してしまうと虫歯とか歯周病のリスクが上がってくるという面がありますから口呼吸も歯のリスクが上がっていく一つの要因ですね。で3つ目は糖質過剰です。スポーツってどうしても汗をかきます。つまり発汗しますよね。そうするとどうしても水分補給をしようと思うんですがその時に多くの方がスポーツドリンクを飲んでしまうんですね。このスポーツドリンクっていうのが結構くせ者でこのスポーツドリンクっていうのは意外に糖質がすごく多いんですよね、糖質っていうのは虫歯菌の餌になるわけでだからスポーツドリンクを飲んでるということはリスクがすごく高くなるということを理解してほしいんですね。以前スポーツドリンクに関しては、熱中症対策というところで喋ってますのでまたそちらも参考にされたらいいんじゃないかなというふうに思います。例えばの例で、野球選手が例えば、歯のリスクっていうことで虫歯の関係ということでちょっと喋ってみたいと思うと例えばこんな感じです。野球選手ってこうバット振りますよね。でバットを振るときっていうのは意外にこうグッと食いしばるんですよね。グッと食いしばってますよね。そうすると普通食いしばってるときっていうのは僕らね普通にしてるときはだいたい1日で言うと20分ぐらいしか本当は歯と歯って接触してないんですが野球選手でそうやってバット振ってると実は普通よりもたくさんしかも強く噛んでますからそれで歯に負担かけてるわけですよね。でそうすると歯に若干ひびが入ってくる状態になります。そして野球選手はこう一生懸命走りますよね。ということはこれ口呼吸になっていく可能性もあるわけですよね、で口呼吸だけならまだいいんですけどそこで喉が渇きますから結果的にスポーツドリンクを飲んでるんですよ。そうするとどうなるかというと結果的に言うと、まずは歯が損傷してるわけです。ひびが入ってるところに口呼吸をして唾液が分泌が減ってるから殺菌能力がなくなってる。そこに、スポーツドリンクで糖質を食べてるわけですからこれ虫歯菌が繁殖してひびが入っててそこから侵入してつまり虫歯になりやすくなってるってことなんですね。つまりスポーツというのをすることによっていわゆる虫歯のリスクが上がったり同じように歯周病のリスクが上がってくるということを理解していただきたいんですね、これはプロのアスリートの人はなおさら虫歯とか歯周病のリスクが上がっているということをちょっと理解していただいてスポーツというのは確かに体の健康にとってはいいんですけども歯のリスクがすごく高くなっているということをまずここで押さえておいてください。一方で歯っていうのは噛み合わせを含めて実はすごくパフォーマンスを上げることにも貢献してますね。次にそっちの面を喋っていきたいと思います。歯はスポーツのパフォーマンスに大きく関係します。っていうのも当たり前かもしれませんけども体を動かすときっていうのは栄養がいりますよね。栄養を取り入れるのは口から取り入れるわけですからよく噛めてるっていうことが栄養を取り入れる条件ですよね、ということは、歯が大事ということになりますよね。つまりスポーツ全部においてまず歯は大事、これが大前提です。ただその中でも特にこの噛み合わせっていうのがだいたい全種目の中の約 70% ぐらいでパフォーマンスに関係しているというふうに言われてるんですね。で噛み合わせがいいとか悪いということで何に関係しているかというとまず1つ目は筋力アップですね。で2つ目は姿勢の安定っていうのにつながってます。でこれをちょっと詳しく説明していきますね。例えば僕らが重たいものをこう持ち上げようとしますよね。でああいう時に実はこうグッと食いしばって持ち上げようとしませんか。ということはで力が入っているということですよね、ということはこうグッと食いしばることで実は筋力がアップしていくんですね。具体的に言うとだいたい4から 6% ぐらいはパフォーマンスが上がるというふうに言われています。分かりやすい例で言うと重量上げですよね。絶対食いしばってますよね。あと相撲 このぶつかり合いの時ですね、あれも食いしばってますよね。バレーボールのアタックの時ですよね。あれも食いしばってますよね。それから 100m 走のダッシュするときあれも食いしばってるんですよね。ああいうことで実はパフォーマンスを上げてるということなんで歯がしっかり噛めてるということが筋力アップにつながるということなんですね。スポーツに大きく関係します。2つ目は姿勢の安定につながるんですね。これはどういうことかというと実はこの
頭というのが揺れると体のバランスというのが崩れるようになってるんですね、人間というのは、うん、でなぜ噛み合わせが関係するかというと、実は噛み合わせがこう悪いと頭の位置がこうずれてくるわけですよ。でそれによって体全体の姿勢がずれてくるというふうになってますので、逆に言うと噛み合わせがいい状態だと頭の位置が安定するので全身の姿勢の安定につながるということなんですね。この姿勢がしっかりしてるっていうのはすごく大事で、これによって体操であるとかフィギュアスケートであるとかそういったような種目、あとね意外にこう射撃とかね、そういったような種目も姿勢の安定が大事なんでパフォーマンス向上につながるというふうに言われてるんですね。このように歯とか噛み合わせっていうのはスポーツパフォーマンスに大きく関係するということなんですね。続いて歯の健康のために大切なことを喋っていきたいと思います。ここまでの話っていうのは、スポーツっていうのは歯のリスクが意外に高いんだということ、それから歯や噛み合わせがしっかりしているとスポーツパフォーマンスにとってすごく大切なんだということを説明したんですね。つまりスポーツする人こそ歯の健康というのがすごく大事なんだということを理解してほしいんですね。一流のアスリートほどこういうことが意外に分かってるんですよね。今日のテーマに書いたようにイチロー選手ですけど、1日5回歯を磨くというのもその一つですよね。それから東京オリンピックの時に活躍したサッカー選手の遠藤航選手って言いましたよね、あの方っていうのは実は、マウスピース、いわゆるマウスガードですけど、あれを作るのに高級車ぐらいのお金をかけて作ったそうですね、それから同じ東京オリンピックでいうと競泳で女子で初めて2冠を達成した大橋選手って言いましたけど、矯正治療中でしたよね。そういうことを考えたら一流選手っていうのは歯とか噛み合わせっていうのにすごく時間お金をかけてるということが理解できると思うんですね。で、皆さんでも噛み合わせとか歯並びに関しては、歯科医院でねまた相談されたらいいと思いますし、小さい子であれば顎の成長を促すようなこともすごく大事だと思うんですね。ただ自分でできる歯の健康で一番大事なのはやっぱり何といっても毎日のブラッシングだと思うんですよね、そういう意味でやっぱり1日5回歯を磨くっていうね、あの一郎選手はすごいなと思うんですよね。つまり何が言いたいかというと、1日5回磨く、つまり歯を磨くことにちゃんと定期的な時間を取ってるということがすごく大事なんですね。歯科医師っていうのは歯のプロですよね。だいたいブラッシング時間っていうのが平均すると15分ぐらいです。だから一般の皆さんだったら、だいたい綺麗に歯を磨こうと思ったら20分から30分ぐらいはねせめてかけた方がいいというふうに思うわけです。ただどうですか、なかなかそれだけの時間をかけるのって難しいですよね、そういった方におすすめなのがこういった音波振動歯ブラシというやつなんですね。でなぜこれがおすすめかというと時短なんです。僕らが普通に手で磨くときっていうのは、大体ですけど1分間で300回ぐらいなんですね。これ1分間で3万回の回転をしますから、そういう意味で非常に時短、これ100倍のになりますよね。そういったことを考えたら音波振動歯ブラシをしっかり使っていただいてブラッシングしていくということをまずは僕の一つのおすすめとしておきますね、ただ音波振動歯ブラシはすごくいいんですけども、これは歯周病対策としては非常にいいんですが、虫歯対策では実は一番いいのはこのフッ素配合歯磨き粉をしっかり併用してもらうのがいいです。なぜかというとフッ素で歯を強くするのが一番虫歯に効果があるということがもうちゃんと言われてるからですね、だからおすすめはどういうことかというと、まずしっかりと音波振動歯ブラシで歯を磨いた後に歯磨き粉をつけていただいて、そしてさーっと磨くと、で軽くすすぐというのがおすすめなんですね。ただ今軽くすすぐと言いましたけども、これも市販のどうですかね、こう発泡剤が多いような歯磨き粉でやっていくとどうしてもすすぎ回数が多くなるし、あんまりこの発泡剤残したくないのでね、そういう意味で言うと歯磨き粉の選び方っていうのもすごく大事になってきます。以前もこの音波振動歯ブラシっていうことに関しては歯茎に優しいものを選んで磨いてほしいということを言ってますので、またそちらの動画を参考にしていただいたらいいと思いますし、
あとフッ素配合歯磨き粉に関してもどんなものを選んだらいいかっていうのもね、以前の動画で喋ってますので、そちらを参考にしていただいたらいいなというふうに思うわけです。今回は、スポーツの秋ということにちなんで、歯の健康ということのために大切なことという話をさせてもらいました。これが皆さんの健康増進の参考になればなというふうに思います。これからも栄養であるとか体のことであるとか配信していきますので、今回の話が良かったなと思ったら高評価お願いします。チャンネル登録とコメントもよろしくお願いします。ではまた次回。